パラス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 チャンネル始まるよ。さあ、行こう。パラスチャンネル。はい、どうも、パラスです。セクトですそうだった、セクトだった。僕の名前はセクトです。どうよ、このグラフィック、いいグラフィックだね。さあ、やっていきますか。じゃあ上の方にやっていくんですけど、まあ、これはもう最初からカットする予定なんですけど、まず見よう、まずこいつを見よう。こいつ誰、こいつ誰、虫よけの少年ね。え、虫取り少年か。虫よけしちゃった。あ、キャタピーか。キャタピーとビードルかな。あ、じゃあとりあえずカットかな。そうだ、吸血覚えたんだ。吸血、なぜか15回しか使えない吸血。マンキー、お前マンキー猿やん。お前両手をさ、顔の上に、頭の上にこうやって、なんか、こう、なんかハートマークするのは猿、猿豚マンキー。なんかでもちょっとふっくらしたね。なんだっけ、ピカチュウ版かなんかがさ、あの、なんかペッタン人形をベターってくっつけたようなさ、格好というかグラフィックだったよな。なんかベチョーみたいな。いや、お前トムとジェリーのトムかよみたいな感じでくっついてるさ、グラフィックやった気がするけど、これなんかまん丸な気がするな。いいね、ドット絵の描き方がうまい。褒めてやる、うまい描き方が。俺の100倍、いや1000倍うまい。俺が1000年頑張って練習しても、あなたは 1年でうまく、俺と同じぐらいのレベル、1000倍だからね。うわ、マンキーよかったな。次、ロケット団だよな。ロケット団も多分おそらく、あれだよな。いいグラフィックのやつ持ってるはず。だからドアースとか出てくるんじゃないかな。一応ね、前回の動画、まあ、カットはしてるんですけど、その、ドアースとか、ベトベターとか出てきたんだけど、そいつのグラフィックもね、まあなかなか良かった。んだけど、カットしちゃったんだよな、めんどくさくて。うん、その時ね、セクト死んじゃって、あんまり見てらんなかったから飛ばしたんだよ、ね、で、アーボ、これアーボがね、すんごい強いんだけど、吸血効果抜群、いいよね。ただね、相手巻きつくか。毒針してきたら効果抜群同士で戦い合うっていう、なんか特殊な環境になると。これズバッとね、これズバッとも効果抜群なんだけど、相手の吸血も効果抜群だから、吸血覚えてる同士で両方とも効果抜群という、特殊な対決になるというね。意味がわからないよね。自分で使う技なのに自分、相手同士効果抜群というね。うん、いいグラフィックなかったな。よーし、ここのさ、ガールズスカウトやったかな、名前忘れたけど。こいつ、あれだよ、謎の草とか出てくるよな。そのグラフィックちょっと見たいな。ガールズミニスカート全然しちゃった。ガールズアダコだ、なんかおられたっけ。うわー、謎の草、ちょっと可愛いやん。僕謎の草って感じのさ、顔じゃない。僕謎の草、謎のくしゃー、はい、一発めちゃくちゃ吸収謎の草かわいい。で、ポッポ、あ、ポッポか。ポッポは全然興味ないな。ポッポ興味ないんで、ちょっと倍速にします。しびれごなは期間やった、引っかくを2回連続やって終わりと。で、次は謎の草、僕謎の草、吸血で終わり、バイバイ。まだつぼみは待て、カットしよう、途中で。しかも今鼻ちょっとすすったし。腕力、お前腕力言ったやん、言った。この時流行ってたんかな、ペッタン人形。もうペッタン人形壁にパシーンってさ、叩きつけた後の形、完全にな。あれ、格闘タイプって虫逆か。あれ、格闘タイプって虫弱点じゃなかった、弱点ではないか。効果今一つなだけで、そう、攻撃するとき効果今一つなだけで、別に特にっていう感じじゃないか。全然しびれごな当たらんな。
え、なんで？俺、渋谷の当たらないタイプの人間ですか？当たったね。ただもう死にそう。ただ傷薬ハイパーレンダー。これが傷薬ハイパーレンダーという最強の技。負けることない。もう絶対負けないから。ね。で、引っかく。うぃー。ワンディギー。はい、終わり。で、次多分スリープかな？うわー。変態だ。その手の形はダメ。変態です。お前は変態です。お前はこれから変態と言っていいよ。変態です。その手ダメよ。俺アルバイトの時に女の子にその動きしたらもうね、わしゃわしゃしょったらめっちゃ怒られたもんな。その手気持ち悪いんでやめてくださいっつってからガチでね、ガチで、しかもひどい目で見られたもんな。ガチでな。俺結構尊敬される人間なのにガチですんごい目で見られた。ゾクゾクした。さ、穴を掘る手に入ったから穴を掘る覚えれるんじゃないかですよね。やっと覚えた。いいね。何？びっくりした。危ねえ。倍速使ってたからすぐ行くとこやった。セクトが？パラセクトになっちゃったね。このさ、グラフィック、あ、危ねえ。このグラフィックさ、なんか、体のさ、中からキノコ生えましたよ、ボコーみたいなさ、ドット絵じゃない？攻撃力54。攻撃力なんか高いんだな。まあでも、多分、種族値、個体値でちょっと変わるんだろうな。本当はもうちょっと高いのか低いのか、もしかしたら特殊の方が高いかもしれないけど、今、もうガチで下噛みそうになった。危な。素早さ30。素早さ低いな。素早さ低いのはちょっとな、いかんな。だ、傷薬で回復して、さあ次に行くか。あ、そう、鬼スズメ。鬼スズメ、見て。こいつは、何回か戦ったことあるんだけど、うわー、おー。こいつは結構戦ったことあるんだけど、この鬼スズメ、やる気なさすぎん。目が半分閉じてんだけど、眠いんか、お前。寝ていいよ。その間引っかきまくるから寝ていいっすよ。寝ていい。つつくとかやめて。痛いから、本当に痛いからやめて。よし。しかしパラセクトの後ろ姿さ、毒キノコ、完全な毒キノコ、やばくない？てかラッタもさ、意外と初めてなのか。まあ、ラッタも見たけど口開けてるね。すっげー開けてるね。そん中に石詰めていいかな。なる、うん、よし、アナフル強い。いいよね、この時代のアナフル威力100だからな。すげえいいんすよ。よーし、そしたらライバル戦かな。一応のしかかりがね、ここ落ちてるの知ってるんで、のしかかりを覚えさせてます。勝った。もう名前忘れた。誰だっけ、ライバルの名前なんだっけ。ヒロシ、パロシ、ヒロシか。俺ジャンか。俺がジャンで、向こうがヒロシか。で、ピジョットね。まあ、のしかかりでいいかな。シベレゴナ、撃つ必要ないと思う。うわー、砂かけー。で、今回、一匹縛りとはいえ、技マシンは別の、ポケモンに覚えさせようかなと思います。本来、その、なんとかポケモンのくくりとかやったら、そのポケモンだけで技マシン覚えさせていろいろやっていくんだけど、まあ、今回は一匹縛りなんで、技マシンは控えようかなと思います。まあ、できるだけいい技覚えさせて、ギリギリのレベルでね、四天王とか勝ちたいからね。よし、まずはピジョットを倒すと。ピジョンね。で、ラッタ。ラッタか。穴を掘るのもいいけど、穴を掘るのもいいけど、のしかかりでいっか。必殺もあれば痛い。ただこれちょっときついな。ちょっと倍速にするか。ちょっと倍速にして傷薬をガンガン使って、これちょっと砂かけ食らってるから一発与えてから終わり。一発で死んだ。一発で死ぬんかい。一発耐えるかと思ったわ。やっぱレベル差か。あ、ユンギア一発耐えたらもう、一発、うおぉ。一発使ったら終わり。痩せたね。痩せたね。左腕めちゃくちゃ細いな。どうした？めちゃくちゃ細いじゃん。デコピンしたら折れそう。
なんかカマキリのさ、なんか骨組みみたい。わかる？カマキリの感じ。金縛り、のしかかり、よし。当たんな、吸血。相当腕細いな、左腕。細すぎん？細すぎすぎすぎや。あ、不思議そうか、不思議そう、どんなのかな。うわ、立ってるー。ちょっとカエルがカエルっぽくなったな。もっとカエルっぽくなった感じがするな。なんかすげえカエルっぽいよね。なんか怪獣みたい。本当にモンスターみたい。ポケモンの、モンス、ポケモン、ポケットモンスターのモンスターの部分、割かしなんかポケモン、モンスターって感じがせん、感じだったんだけど、これはモンスターだね。お前は不思議モンスターだ。不思議モンスター。ちょっと可愛くないよね。これは売れんわ。このぬいぐるみがポケモンセンターになったら売れない。俺は売れない。ちょっと買えるすぎるかな。退場です。退場、言うことなし。退場です。よーし、そしたら待ち伏せやっていきますか。ヘイプアリトルボーイ、やっていきますか。で、で、いいねー。俺と髪型そっくり。ソフトモヒカン的なやつ。まあ、ちょっと違うけど。さ、セクトはレベル25。ビリビダマはそんな感じ。まあ穴掘るかな。まあ、今回はね、穴を掘る覚えるから全然余裕だな。穴を掘る覚えんポケモンはちょっとマチスはきつかったりするんだけど、まあでも基本的にはね、そこの辺のディグダー3匹ぐらいおったら勝てるんで、まあ全然問題ないですよ。ピカチュウかわいい。ピカチュウはかわいいんですよ。ただね、これライチュウかわいいと思うんだよ、めちゃくちゃ。おそらくだけどね、おそらくめちゃくちゃかわいい。さあ来るぞ、ライチュウが。めちゃくちゃかわいいライチュウ来るぞ。来るか？ライチュウ来るか？ライチュウ来るか？ライチュウ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 ！なんかサッカーボール蹴ってる。サッカーボールが見えるドット絵。ちょっとデブったね。ちょっとデブだね。ちょっと食いすぎだね。うん。まあ今多分サッカーしてると思うから、まあ痩せるんじゃない？うん、そのままやっときゃ。痩せそう。四足歩行のピカ、ライチュウ見たかったけどね。高速移動とか使ってそうなドット絵とか見たかったわ。やっぱマチス、てか霞のところの上のところでちょっとレベル上がっちゃうから結構簡単になるな。お、これ、もしかして10万ボルト覚えるんじゃない？なんか10万ボルト覚えそうな雰囲気醸し出しておくけど。覚えるかな？覚えるんじゃね？覚えない。うせやん。きた、まだつぼみ。ガールズスカウトか。ガールズスカウトっていう名前の、うーわ、まだつぼみ。ちょっと足がふんってやったの。俺剣法使いますよ的な格好してるよ。そのその瞳で、その瞳のさ、頭つるっぱげでしたらマジで妖怪みたいに見えるな。可愛くない。なんかポケモン青はさ、ちょっとなんだろうな、可愛さというか奇妙さの感じのグラフィックが多いね。なんかこういうドット絵ならどうみたいな、なんか楽しめるやろみたいな感じで描いてるね。ならさ、人出番とスターミーもうちょっと頑張ってほしかったな、ぶっちゃけな。あれはちょっと、うん、普通だなと思っちゃったもんな。だから人出番はそのあの形だっただろ。もうちょっと正面はもう見たから、もうちょっと右斜め上とかかっこいい感じで見せてほしかったな。まだつぼみはちょっとな、やってるねこいつ。こいつ薬やってるわ。うん、完全に薬やってる。まあ、毒持ってるしな。うん、薬やってるわ。ポケモンファイト、レッツゴー、レディーゴー、レッツゴーとか、レディーゴー。こいつはさ、ヤドンとか持ってたよな。カラカラか。うわ、カラカラ。普通。まあ、うん。うん、まあ、うん。わかる。まあ、うん。まあ、最初、それでもよかったよなっていう、いい感じの、カラカラ。まあ、うん。まあ、うんだね。カラカラはまあ、うんだったな。ヤドンは？ヤドン見たい。ヤドンどんなんかな？ヤドンもうちょっとね、とぼけてほしいんだよな。ヤドンはどんな？うわー、いい
最高、それが見たかった。そうよ、そういうね、おちゃらけた感じ最高。そのやのいいな、めっちゃいい。これ書いたやつ天才、褒めてやる、天才です。いや褒めさせてください、天才です。すごくいい、めちゃくちゃいいグラフィック。そのヤドン好き。そのねぬいぐるみあったら買うわ、絶対買う。うん、1個100円なら 100個買う。1個100円やったら100個買うわ。ニャース、いいニャースだ。なんか可愛いとかそういうのじゃなくて、いいニャース、わかる、これわかると思う。いい、その猫はいいその猫はマジでいいよ、ニャースいいよ。その招き猫あったら買うわ、1000円やったら10個買うわ。沖の子の星覚えた、最強のやつ、一番最強。もうしびれいらんかな、したら。まあ、しびれもいいんだけど、ずーっとだから。でもキノコの星のが強い、間違いなくな。あー謎の草ね、僕謎ですよ。すごいなんかキノピオとかもうあんな顔しとるよな、僕みたいな僕って言いそうな顔で、一応あれなんだよな、もう出口近いんで、このまま行こうかなと思うんですけど、ちょっとなくなっちゃったね。まあ、すぐ倒しますか。吸血倍速でね。てか、レベル30まで行くんだな。結構やな。これ、吸血なくなったら危ない。これ当たられたら結構やばかった。はい。で、こっからね。で、こっからは、あ、シゲル戦か。シゲル戦戦おうか。多分倒せると思う。だからレベル30だもん。全然いけると思う。まあ、レベル20ぐらいで霞戦行ってるから、まあ、でも本来、人影、まあ、御三家行ったら、だいたいこの辺でレベル30ぐらいになるんじゃないかなとは思うんですけどね。サンタニーゴとか、霞とかの上の部分、だいたい、まあ、パーッとそのね、ギリギリというか、あんまりトレーナー倒さんやったら、だいたい30ぐらいだろう。多分な。知らんけど30ぐらいだろ。まあ、シゲル戦なんて余裕よ。コラッタをなくしたこいつ。おーじゃん。こんなところで何しに来たんだよ。お前のポケモン死んだのか、まあ、死んだらすぐ復活させますけど。死んだというか、瀕死な。さ、まずはピジョンを出していく。レベルは25。おー、いいレベルだ。ここで翼で撃つ覚えてんのかな。翼で撃つ覚えるようになったらもう無理よ。でもキノコの星。砂かけやってくるんだ。100発100中の仕掛かり。でも砂かけ食らってくるから100発100中じゃなくなるんだよ。ですよね。いけ、よし、いい攻撃力だ。うおー、危ない。なんでこっちからだったんだろう。まあいいやろ。まあええやん。ギャラドス、いいね。でもピカチュウ版のギャラドスが一番好きかな。キノコの奉仕して、まあ、これセクトキノコの奉仕ゲームかな、もしかして。もう最強だから、無敵。あ、もうこっからもうレベル上げんでもいいかな、ずーっと。まあ、そのまんまピッピ人形もちゃんと使ってから。でもすぐエリカ戦行くか。すぐエリカ戦でも倒せると思う。全然余裕と思う。だってセクトだもん。吸血あるし。ガーディね。おー、犬。君は犬。ただ、キノコされたら厄介なんで、うわー。よし。大丈夫。やけど大丈夫。キノコの奉仕して、で、一旦回復かな。いい傷薬持ってるから。いい傷薬ね。あ、回復の薬売っちゃったんだよな。まあ、いい傷薬か。やけど直しは買ってない。さすがに、買ってない。大体の人買わん。まあ、やけどぐらい大丈夫よ。ツバ塗っときゃ治る。いや、まあ、穴掘るかな。まあ、やけどしてるけど。多分、のしかかり一発じゃ死なんだろうな。やけどしてるからな。まあ、ツバ塗っときゃ治るけど。とか、自分のさ、なんか、しびれ粉とか、それ粉つけて治そう。治るやん。しびれとんのか、やけどしとんのか分からんような感じで、しびれ粉と。まあ、これ、のしかかりで一発だろう。うわ、念力。え？
トバイか。虫草。ん？虫草？ん？毒草？ん？虫草かこいつ。虫草。こいつ毒。毒じゃないよね。虫？ん？覚えてねえな。虫は確実だよ。吸血。鳴き声。声がなかった。関係ないね。吸血。関係あるわ。やけどってからの4倍でそれか。まあ、吸血、ちょっと攻撃力弱いからな。でもそうやって考えると虫タイプの技って結構強いよな。これだってさ、スピアのさ、種族値が、そう海流並みやったらさ、海流と同じやったらさ、相当強かったよな。剣の前覚えるし、高速移動も覚えるし、で、種族値がそんだけあったりしたら、もう、ダブルニードルで、もう敵ボコボコよ。全然当たらんだけど。もうボッコボコもボッコボコよ。はい、ボッコボコ。はい、不思議ぞ、ボッコボコ。いいね。ちょ、グラフィックがダメやんけ。もう早く退場させないかん。あかん。早く退場させなあかん。あかん、あかん。あかんよ。よーし。おい、ところで、ポケモン図鑑はどうだい？俺なんかカラカラ見つけたもんね。バイバイ。さよなら。どうでもいいです。じゃあ、一旦回復さして、もうすぐエリカ戦かな。よーし、そしたらエリカ戦やっていきますか。の前に、たまたまと勝負しよう。あー、そういえばさ、こいつ、メガドレインもらえるけど、メガドレイン覚えさせた方がいいかな。のしかかり、吸血、キノコの胞子、穴を掘る。穴を掘る結構強いんだよな。毒タイプ、弱点結構多いからさ。これ、吸血弱点よね。ですよね。強い。うん、一発。うん、強い。めっちゃ強い。セクト強い。僕がセクトです。てか、エスパー、草、ナッシーも4倍か。虫。ナッシー4倍取れるの、でか。ナッシー出てくるんかな。出てこないか。今回は。不死。ゼニガメ選んでるから。関係ねえか。関係わからん。知らんけど。さあ、やっていこう。エリカさんね。ウツボット。踊ってるね。いいウツボットだね。ぐねぐねや。いいね。このウツボットは嫌いじゃないね。そしたら、吸血のが食らうかな。草毒で。まあまあ、毒別にいいっすけど。毒の粉は食らうんだ。そもそも。こっち草タイプなのに。なんか今のポケモンは草タイプにその毒草タイプにそういう粉系は効かないみたいな。毒もあったんかな。まあ、分からんけど。知らんけど。よし。でい。まあ、毒なんて関係ない。吸血で倒してセクトはレベル32。いいね。モンジャラ。モンジャラ草単体。まあ、吸血で。これも弱点。うん。いいね。めっちゃ余裕。セクト強いぞ。最終レベル上げですげえきつかったけど、全然余裕な。締め付けはちょっとな、時間かかるんで、ちょっと倍速にして。長い。めちゃくそ長い。もうやめて。もうやめて。よし。はい、モンジャー倒していく。で、最後はラフレシア。おぉ、踊ってるね。なんか、ずれてない？ずれてない？いや、でもいや、ずれてはないか。だから体が傾いてるよね。毒。あ、まあまあ、吸血で。草毒だろ？ドーン。わー、すげえ暗い。吸血でさ、そんな狂っちゃあかん。あかん。花びらの前か。まあでもこれ、序盤や。あ、それメガドレインあれか。草だよな。メガドレイン自体は。メガドレイン自体は草だけど、パラセクト自体の、タイプ、ちょっと見てみよう。いつも見てないんだよな。虫草。うん。メガドレインいいね。虫草か。毒はないんか。虫草ね。まあ、草か。まあ、草だよな。キノコの胞子覚えるし。草だし。じゃあ、メガドレイン。いや、でも、吸血もいるよな。まあ、いらんねえ。穴掘るもいるんだよな。で、見て、ドード捕まえたんだけど、見て。可愛くない？めっちゃ可愛い、ドード。
おい、どうで一匹縛りやりてえけども、どうだよ、ここが一番初めてだからさ、エリカ戦からになっちゃうんだよな。ちょっと使うのは無理だな。一匹縛りとしては。ちょっと遅いよね。まあ、使ってもいいんだけど。さ、そしたら、次はどこだっけ？強戦かな？強戦。待て、変なやつ出てきたって。急に出てくるやん。ゴルバット。これが見たかってん、俺。これ、ゴルバットがこういうグラフィックの知っとったんよ。これが見たくて、この実況始めたね。見て。目なんて、その顔からグラフィックが飛び出てるからね。ちょっと、こっちから見た左目の、グラフィックちょっと出てるんだよな。すごくない？あとベロのさ、そのな、よだれのさ、あの感じ、あの3つの水滴というか、あれもいいよね。これ描いたやつ天才。このぬいぐるみあってもいい。いや、むしろこのさ、なんかあれあってもいいよね。そのなんか立てるやつよくあるやん。あのキャラクターのそのクリアのやつで、その立てるやつ、あれでこれあってもいいと思うよ。あと、マンキーのやつ。マンキーのぺったんこのやつ。いいよね。このグラフィック最強よね。これサムネにしようかな。これサムネにしたら、どでかくサムネにしようかな。多分な、3つか4つぐらい動画作ると思うから、まあ3つか4つでも多分5、6個ぐらいになると思うから、気に入ったグラフィックはちょっと表に出したい気分ではあるよね。このゴルバットはいいよ。これ考えて天才です。ここのさ、ロケット団のさ、ところはさ、結構グラフィックすげえ結構おるんかな。マタドガスとかもまだ出てきてないもんな。ちょっと倍速にしながら、ちょっとやっていくか。いいやつが出てくるまで。ちょっと飛ばそうかな。ドガース。これね、あの、ドクロのマークが反対になってるというね。本来は目と口の下に、その体の方に、そのドクロがあるんだけど、完全に逆になってるというね、ドガース。で、スリープね。で、スリープも、まあ、のしかかりでいいか。スリープもね、変なね、変人のね、感じの。やつなんだけど、まあ、この辺は全部飛ばして、なんか出らんかな、いいやつ。いいグラフィックのやつ出らんかな。ズバッと。ああ、ズバッとね。ズバッとじゃねえんだよな。のしかかりねんかい。のしかかりじゃねえ。吸血ないんかい。ああ、まあ、倍速にするとやっぱ早いな。うん、めっちゃ早いわ。うん、はいはい。あ、何もなかったわ。カビゴンはどう？わあ、カビゴン。いいね、カビゴン。カビゴン立ってなくてよかった。カビゴン立っとったらちょっと嫌やったな。じゃ、カビゴンはまあせっかくだし捕まえるか。キノコの星にして。僕、キノコの星戦でも別にいいんだけど。あー、モンスターボール5個しかないんか。まあ5個あったらいいよね。5個あったら使う。5個あって捕まれんやったらもう諦めろ。カビゴンのこの寝返りいいね。寝返りカビゴンだよ、多分。まあちょっと、ぬいぐるみとかじゃいらんけど、もうちょっと横になって、顔が、こうなんだろう。こう、正面に向くんじゃなくて、完全に横向きの、俺横になってるよ、みたいな。なんか、怠け者やったっけ？怠け者？なんか、強えやつ。攻撃力強えけど、一旦動けんやつ。あいつ。破壊光線とかギガインパクトとかすんげえ強いやつ。あいつの、形で、のグラフィックやったらよかったけどね。まあ、逃げるか。バイバイ。捕まらんやった。しょうがねえわ。よーし。そしたら、強戦のところ、行きますか。強戦のところ行きますか。強戦行きますか、強戦。さあ、こいつは、どんな感じだったっけ？どんな感じだったっけというか、まずこいつ。スリーパーを見てみたい。スリーパーどんなんなんだろうな。まずはスリープなんてもう別に吸血魔のしかかりでいっか。まだダメージ受けてないし。てか HP100 あるんだけどさ、結構高くない？レベル36で HP100 って結構種族値高い方かな。うーわ、結構食らうね。まあ吸血で回復するから意味ないけどね。40は回復できんか。まあでも次のスリーパーも回復するから関係ないな。エスパーとか
毒タイプとかはね、パーフェクト強いから。うわー、悪そう、悪そうなやつ。こういうやつはね、あんまり近寄っちゃいけません。うん、俺がね、もし子供おったりしたら、ああいう人にはついていっちゃいけないよって。当たり前か、それは当たり前だ。ああいう人は見てはいけないよっていう。ついていったら絶対ダメ。ついていったら死ぬ、死ぬまであるから。あんな鼻のでかい、鼻のでかい人はあんまりダメよね。ダメよねとか言ったらいけんけど、あんまり良くない気がする。でも鼻のでかい人って才能溢れてるから、あの松本人志とか、あのダウンタウンじゃない、うっちゃんなんちゃんのうっちゃんとか鼻でかいからね。鼻でかいやつは才能がある、才能と運があるね。さ、そんなどうでもいいことを喋ってるうちに強戦つきましたね。じゃあ傷薬で一応回復しといて戦いますか。居合斬り、空を飛ぶ、波乗り、怪力。今回のポケモンはいい感じでポケモンが揃ってる。さあ言っていくぞ。カメールがいるの結構でかいな、めっちゃ楽。カビゴンわざわざ捕まえなくていいから。さあ最後の戦い、まずはドガースレベル37、こっちはレベル37、強い。なんだ、あそこロケット弾のやつと戦わんでも一匹縛りなら、まあ、割かしレベル高い状態でここまで来れるというね。あの3匹とか4匹使うとどうしてもレベルが分担されて、結局ね一匹縛りのが楽なんじゃねえかっていうねやつ。穴掘るか、まあ、吸血でもいいんだけど、ベトベトンは早めに倒した方がいいと思うから、まあ穴掘った方が食らう。一発かな、あ一発じゃねえんだ。じゃあ吸血、あなら変わらんか、吸血2回4回使ってもあんまり変わらんかな。4回で死ぬよね。うわ微妙。いや多分死ぬはず。毒ガス、毒ガスは絶対毒になるんだっけ。なったね。まあ毒ガスならいいや、毒毒じゃなきゃや。うわーでも毒ちょっと痛えな、このあと残りちょっと。うわでもヘドロ攻撃結構食らうんだよな。ぼう強っ、えベトベトに負けるの、え嘘や、ベトベト負けるんだ、え全然知らなかった、ベトベト負けるの、負けてもいいんだけどさ、えそっか、毒弱点か。わ、なんか全然勝てるんかと思ったら、ドード倒しちゃったよ。まあ別に倒してもいいんだけど。別に倒してもいいんだけど、はい、ドード死なんかな。はい、ドード死んでくれんかな。いや、もう一回したら勝てると思うけどな。そっか、ヘドロ攻撃、結構きついな。ちょっともう一回、金なくなっちゃったけど。まあ大丈夫でしょう。いや、もう一回やったら勝てると思うけど、さすがに勝てる。さすがにな。あ、なんか戦ってしまったなぁ。なんかよくわからん。サンドパン。初めて見ます。こんにちは。よくわからんけど、こんにちは。よくわからんけど、こんにちは。サンドパン。もうちょっと後で見たかった。ライバル戦とかで見たかった。お、アーボック。アーボックもちょっとあそこで見たかった。なんか変なやつ戦っちゃったよ。まあ普通でよかった。まあそんなに、なんかゴルバット並みの、まあゴルバットが一番すごいけどな、多分。グラフィック的に言ったら。ちょっと後から見たかったんやけどな。変なやつ見てしまったな。はい。じゃあ強戦やっていくか。まずはドガース。まあドガース、まあベトベトンまでちょっとカットするか。まあ穴を掘って、はい、トン。まあそんだけだったらのしかかりでトン。で、次誰だっけ？次ベトベトンか。キノコの方、し。本気で行く。本気でやる。でからの穴掘るかな。多分吸血は3回分、穴掘るは1回で同じ力だと思う。だからいやもっとあるな、8回分ぐらいの攻撃力あるな、穴掘るの方が。本気で行くならパラセクトは余裕よ、先行取れればな。先行取れればとりあえず余裕。まあ、ドガースぐらいなら別に穴掘り一発で終わりよ。たださ、四天王のさ、一番最初のさ、あいつだって名前なんだっけ？ジュゴン。ジュゴンきついんやないかなと思ったけど、ヘドロ攻撃してくるんだけど、危ない。吸血。
あれマタドガスってさ、素早さ速いんだっけ。やべ、油断した。うーわ、マタドガス後ろのやつが超かわいい。これサムネにでもいい。キノコのし、よし、プラスパー使ってありがとう。あざっす。あ、ちなみにこれ大爆発使ったら俺の勝ちね。大爆発なんてもうバカみたいなことしたら俺の勝ち。大爆発しか自爆か。いいね、そのドガスの後ろのやつがさ、完全にアメリカとかに出てきそうなさ、アニメのキャラクター、なんかあれおるじゃん、ディズニーとかに出てきそうなさキャラクター。僕ドガスみたいな。ヘイヘイヘイ、山ちゃんだよ、僕ドガスだよぐらいのグラフィックやな。いいね、後ろのグラフィック好き。てかさ、こいつマタドガス牙持ってたんだ。もともと人間だったのか。それかもうちょっと成長するとマタドガスからまたまたドガスとかになって牙がグイーンって生える感じになるのかな。ということで、まあやっぱパラセクトは結構余裕な一匹縛りなのかな。結構余裕で勝ったな。ポッポ一匹縛りとか、なんか人影一匹縛りとか相当きつかったもんな。まあ人影一匹縛りはまあ技変更してやったけど、ポッポはきつかったもんな。ということで今回はちょっとここまでにしたいかなと思います。一応能力値だけ見て終わるか。攻撃力85、82、47、80。素早さ以外は割といいのかな。レベル38であるか。まあ、キノコの奉仕があるから、もう余裕っちゃ余裕か。うん。自信とか覚えるなら覚えさせたいけどね。自信は覚えるのかな？穴を掘るは覚えるけど。穴を掘るじゃね、ちょっとね、やっぱワンターン遅れるのかな。まあ、しょうがないな。よし、じゃあ、次回は、怪力、波乗りとかいろいろ覚えさせて、今日倒したわ。夏目と、カツラと、あいつ倒していこうかなと思います。あいつで分かるやろ。あいつや、あいつ。それ。